岡健は、中国三国時代の義の武将。字は中教。加藤軍力危険の人。父は、九教。妻は、純子。弟は、岡秀。子は、岡治、お九僧羅。娘は、岡氏は。孫は、九十、岡奥。父は、曹操に仕えた人物で、曹期の時代に、部位大使として活躍した。やとに、 領州の平定に功績があり、小作王匠となった。九軒は父の死後爵位を継いだ。九軒は父の功績もあって、宗英に即位前から使え、厚遇された。宗英が即位すると、小書郎となり、不倫館に昇進した。その後、洛陽の天皇となった。宗英が何度か土木工事を行ったことをいめたが、その後間もなく、慶州志士に転じた。 以後、優秀、予秀、陽秀の死死を歴任することになる。両党の高尊縁は、年々傲慢になり、呉の尊権の調略の手を受けつつ、不審な行動を続けていた。このため、旧権は、総英の命令により、優秀死死に転じた。237年、高クリアウガンに援軍を求め、北方の余剰戦力を動員して、高尊縁制抜を図ったが、 えいたるから兵数に任せよ兵を軽視していると批判された。結局、高村淵を攻めきれず撤退したため、かえって、高村縁の勢いを増幅させることになってしまい、高村縁が縁王を自称することにつながった。翌年、芝井の指揮下でようやく、高村縁を破ることに成功した。この功績により安友校に昇進している。呉れの調略が、 朝鮮半島の諸勢力にも及んでいたため、儀が落老軍と大砲軍を設置して整備すると、朝鮮半島の諸勢力と関係が緊張したという。高栗の東川尾は、高村園討伐には協力的であったものの、242年以降には、再び儀と賢悪な関係になった。このため、旧県は高栗への構成を強め、244年には、 さらに東へと進んで、高栗の軍勢を大破し、都の元戸を蹂躙した。しかし、東川王に逃げられてしまったため、高栗を滅ぼすことはできなかった。この功績により、恩賞を受け、功となった者は百余人もいたと言われる。水道掘り勘外を行ったので、住民は恩恵を受けた。後に、柴氏が実権を握ると、コシタガ王朝、諸葛丹、 陳康氏と共に、司法の都督の一人として、名が上がる存在となった。252年、陳南将軍、予習氏氏であった、九軒は、孫軒の死に乗じて、王朝、御従うと共に、ご性罰を計画し上奏した。風の反対があった者の出生は許可された。九軒は、王朝と共に、慶州方面で、陽道軍を率いて、呉を建成したが、 本体を引いた幼州方面のこしたがう諸葛丹が呉の諸葛つに敗れたため失敗した。このため、九県は陳騰将軍に転じた上で敗北した諸葛丹に代わり、文勤と共に呉への備えとして幼州に沈すことになった。253年、諸葛つが大軍を引いて義に侵攻したが、九県は文勤や柴誠、さらに、 合皮新城の長徳と共に、これを防ぎ、撤退する諸葛つを柴氏の指示に従い、文勤と共に追撃した。旧県は戦死した兵士の功績を上奏し、家族のために便宜を図っている。254年、柴氏が加古源玄豊か等のクーデターを鎮圧し、双方を排位すると加古源玄豊かと親しかった旧県の地位も不安定となった。 九賢は、元、曹操の長身で将来に不安を持っていた文金を取り込み、反乱の準備を進めた上で、255年に起きた、天変を随所と確信し、文金と共に6万の兵を率いて挙兵した。ばしの火を鳴らし、その排斥を上層したものの入れられず、討伐を受けた。芝氏は、九賢が反乱の準備を整えていないことを見抜いた、大はじめの意見を入れ、 迅速二十数万の討伐軍を送った。しばしは、九軒が、自利品に陥ったのを見定めると、直接戦わず敵軍の自戒を待つとともに、諸葛丹や子従うに、九軒の本拠である樹春を脅かさせ、九軒軍の将兵を次々に投降させた。東もぐさが一万余の兵を率いて、楽吉に駐屯していたため、文金とこの文雄氏は楽吉を攻めようと格索した。しかし、 夜が明けてみると、柴氏らが大軍を率いて、楽与に駐屯していたため、文勤、文、おしらは恐れをなして、戦線を東に下げた。文吾氏が義軍相手に前線したが、柴氏は、この駅兵隊を放って追撃し、文勤を破った。その後、文勤、文、おしらは、数万の軍勢と共に、呉へ亡命した。九県は文勤が負けたと聞くと、軍勢を捨てて逃走した。 弟の、岡衆と孫の九十は、クレイの亡命に成功したものの、九剣自身は逃走中に、安仮絶の問い配下の民である長族なる者に撃たれた。その死球は、とでさらされた。この、岡治は在京していたため、逃走を図ったが捕らえられ中殺された。妻の巡視も捕らえられたが、遠跡の巡や巡恐れの嘆願もあり除名された。身をであった娘も連座で、 中殺の対象となったが、母の巡視が何層に除名を嘆願したため許された。九軒の子で、クレイの使者となった、九州はそのままクレイに仕えた。精神が豪を討伐すると、九州とその子の、岡奥は許され、精神に出資した。小説、三国支援儀では、この、岡治は、九軒の元にいたことになっている。また九軒は逃走の途中。 総除路なる人物に酒で酔い潰され、撃たれたことになっている。陳珠は、旧賢のことを、ズバ抜けた才能と指揮権を有していたと評している。旧賢機構費の移し1906年、周安北方で旧賢機構費が発見された。242年の混流とみられ、高栗生伐の功績を称えたものである。航栗生伐については、三国史と、 三国式航空本儀とでは、その年次に、ズレがあったが、この発見によりどちらも間違いであることが判明した。また、2005年3月5日、本籍地である山西省雲城式危機圏で、旧県とその一族を祀った石踏みが発見された。石踏みには、旧、一族18名の生命と、背面の下方に、南種、岡県と刻まれていた。なんとは、 しばしに廃止する難にあったことを意味する。両側には、根流種と見られる、岡本明、その子の良い、その子の岡高中、陸などの生命が刻まれていた。平洋不市によると、岡本明が三百九十九年頃に、休寺で修行をしており、石踏みは、この前後に根流されたと見られている。諸橋鉄時代観和辞典及び、中華書局本発行の新所にある、 交換期によると、せの、の字は貫くの意で、部、母と混同しやすいが、別字である。しかし、信女の注釈書の一つである、信女恩義によると、の字は、部であり、音は、部で、部級、県と読むべきだと記されており、後者の説に従う学者も多い。廃章師によれば、旧県は、芝誠と我々は計略を立て、妖怪の地を遮り、戦闘を避け、 引き返して、合皮新四郎を守りました。死者が泥にまみれたものの、義の将兵は、昼も夜も守り続け、100日間頑張りました。義が軍隊を持って以来、これほどの苦難は存在しなかったでしょう、と上層している。京都大学人文科学研究所、所蔵石刻宅本資料文字宅本義心疑求権記、合皮新華社単白文、三世を起こり厳密に人物偶難記念碑 ありがとうございます。